こんにちは。えー、フルートを、えー、持って吹くって意外に奥が深くて手の大きさや腕の長さも違うし性別も骨格も身長も違うのにこの楽器だけは同じですよね皆さんあの。これが金で重いとか軽いとかあるにしても、この寸法は一緒ですね。っていうのは寸法が音程を決めるのであの自分の体のサイズに合わせて自分で自分のための奏法を まあ、編み出なないといけないとけけわですね先生にいくら言われても先生と自分はあのあの一卵性ソーセージではないのであの、まあ、それであのよくあ,ある話なんですけど、まあ、最初に初心者とフルートを始めた時に、まあ、右手と左手両方を使ってフルートを持つんだってなんとなく思ってそれでその親指と小指であの右手の親指と小指でフルートを挟んでそこに合わせてこうやってやる、ね、そうすると当然内側に回ってくる。 内側に回ってくるのはまあ仕方ないということでまあしばらくやっているとですねどうやしやどのシャープの時にこうフルートが転がってどうにもならないみたいになってでそれを何とかするためにもみんな悩んでるわけですよねでまあ僕もあの学生の頃とかねあのプロになって最初の頃なんてここの辺にコルク貼ってみたりいろいろワッペンつけてみたりこの辺に切って貼ってみたりいろいろやった時があるんですけどまああのとどのつまりそのフルートっていうのは あの流動的になる楽器で、まあ、それを良しと考えるのか悪しと考えるのかそれでまあよく演奏会があって演奏会近くてどうしても指が回んないとか大変だっていう時にあのフルートが転がらなくなるために右手ができることって考えた時ですね一番いいのはねあの何度も僕申し上げてるんですけど左手のこの手のひらをこう手首を返して手のひらを上に向けた状態にして指をこう反るんですねちょっとこう、ね、指を反ったところに フルートを乗っけてここに乗っけていて右手の親指で上に転がすイメージだとあのフルート止まりますのでこの状態で持つっていうのがまあ僕の中での正解なんですけどそれができない人ね最初からこうフルートをこう右側前に構えていたおかげで左手の手首がまっすぐになってしまっていてそれができない乗っける場所がない人ねこういうふうにねえっと手っ取り早い,い,い言い方っていうとこういう器具があってこれをまあフルートの。 右側の下にこう装着しますよねで装着してこの屋根の部分と壁の部分のちょうど中間のこのほぼそうだな90度になってるこの角のところに親指の端を当ててそうするともうフルートはこれでほっといてもひっくり返ってこないわけですね手前にはもう。そうすると安定するのであの、まあ、左手がこうまっすぐになっちゃって持てない状態でもこれで右手で楽器は支えられているので。 でこれであの吹いてる人プロでもあのアマチュアでもたくさんいます。で確かにこれ楽なんですよね。楽なんですけどもうちょっと踏み込んで考えるとこれがあってなぜ楽なのかっていうことをまず考えていただくとその自分の背骨の位置とかあと関節の硬さとか首の長さとかっていうのを、えー、これをつけて吹いてる間にですねちょっと学習してみてほしいですね。ね取、えーまあ、るという前提で えー、練習を積み重ねるんですねこれを使ってで後々撮るという前提でやっていく上でやっぱり本番とかは怖いからこれを使うっていうのをずっと繰り返していくと多くの学びがありますあの単にこれで楽になったんでもう楽になったからもう自分はその理屈はどうでもいい自分の体もどうでもいい目先の演奏会が吹ければいい、まあ、これも一つの考え方ですよね。あのなんていうのもう忙しいしあの演奏会だけちゃんとできればいい。 だから結果が良ければそれ以上考えないっていうただですよ、えー、一つ私が考えていただきたいのは一年一年年を取っていきますねそうするとだん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 体がそれに慣れてきてさらに蓄積される疲労があるのでそれをあの先回って今あのアドバイスをしていると思ってくださいでまあとりあえずこれでいけるんですけどこ,のこれでいける状態とない状態の時に自分の背骨肘肩甲骨首関節あとはその えー、骨盤だからお尻が、えー、椅子に触っている骨の位置とか重心とかを考えながらやっていくと結構楽しい答えが出ますよ楽しい答えというのはあのこれを使わなくても吹けるところはあるんですねでそこを見つけた方がはるかに長く振るとできますという話がまず一つでこれは右手転がってくる楽器を右手を使って支えようという発想でもう一つは今度はじゃあ もうそのこと左手に乗う振る場所を作りたいとか、ね、こう,フルートがこうまあ最初に右手でこう親指と小指で持ってしまったのでこれで安心したで左手をくっつけて吹いたところがどうしてもあの左手だけでもあの楽器を構えたいけど今度乗っけるとこはないんで転がる左手があってそうするとそういう時に考え出せるよい,いろんなの考える人がいるこういう器具があってですねこれどういうふうに使うかというとこれをこう指にはめるこういうふうに。 まあ僕はあの指が太いのでもうこれを入れるとほ,ほとんど血が止まる <laughs> まあだから一瞬ですよやってみるとこういう状態にしてですねあのここにフルートを乗っけるピタッとそうすると今度はあの左手だけでこう持って例えばね今親指しか触ってないですよ触ってなくてもフルートが転がらないっていうこういう状態作れるわけですね。で、ね、まあ左重心にしてね左手でフルートを持ってまあ右手はどうでもいいですどこにあってもいいですよ左だけで楽器がえられるんで。 まあ何だったらあの楽器の下にあ,のあってこう何小指で挟んでもいいっていうこう <laughs> だからまあ究極の何のて言えばいいんだろうなこういう言い方すごい失礼なんだけど究極のアアマチュア武器ができますえーあー楽し練習なんて言えばいいんだろうなもう強引に振るとか転がらないようにしてもう指間違えないようにして拭くだけっていうあの発想ね。 ただこれもですよあの最初はいいんですけど何年もこれをやるといつか必ずどっかにガタが来ますので、えー、どうかねこれをやって吹いた時の,あの肘の重心やバランス肘じゃ何だっけこれ手首か手首の重心やバランスあとはその手のひらの返した時の開きの角度による安定感っていうのを、えー、覚えておいて時々これを外してくださいね。でこれを最後までつけるとですね、えー、必ずあのヘバーデン結節とかですね 神経性関節炎とかになりますなぜかというとあのこ,これ自体はこう血管障害になるわけですねだからあの指輪を長いことしててそこから先の関節が大きくなるなんて同じようなことが起こる可能性があるなので時々外してこれをつけた時とつけないこれをつけた時とつけない時の違いっていうのを勉強するところが多分すごく今じゃなくてこの。 もっと年を取って体がきつくなった5年先10年先に役に立ちますので、えー、どうかこれを使って、えー、安心だけしていないでその間にこうできることをやってみてくださいそれは自分の体を解剖学的にこう観察してですね何をどう重心にすれば、えー、身の指はいいけどファのシャープの時はちょっと難しいとかそんなことをいろいろこう自分の中で経験として積んでいってくださいそうすると、えーまあ、無,駄無,駄無駄というか。あのー 後で肩,肩が凝りすぎてもうフルート構えるのも嫌だとかそういう状況が来ることをしあの遅らせることができますので、えー、その分楽しい、えー、フルート生活ができると思っています、えー、チャンンネル登録、えー、グッドボタンよろししくお願い申し上げます。